の美味しいお好み焼き屋さんを教えてください。自分で検索しろよ。小さい「い」とか使うの気持ち悪いんだよって書いてありますけれども、なるほど、うん、これはどういったところが悪いでしょうか。まあそうですね、まあこれもそのお互い仲のいい、まあ、その信頼関係がたくさんある人たち同士だったら、まあ、別に問題ないコミュニケーションかなという気もするんですけど、まあ、一方で、どうですかね、その、やっぱり普通に話すとか、まあ、電話で話すと違って、やっぱり相手の表情が見えなかったり、こう話してること声のトーンがですね、やっぱ分からないので、文字にするとですね、ので自分が思っている以上に相手にこうきつく伝えてしまう可能性が、もしくはコミュニケーションというのはあるかもしれない、そういう意味でも、普段、まあ、書きやすいでついつい書いちゃうんですけど、普段話すときとか、まあ、電話で話すとき以上に、相手のことを思いやってですね、書いていただくといいんじゃないかなと思います。それもだってそういうことですね。だってこれ自分で検索しろよも言い方一つでってことですよね。こう文字にしちゃうと、相手の取り方、だからこれ冷たいなってなるもんね。これ自分で検索しろよか、自分で検索しろよかによって変わってくるってことですよね。それは相手の取り方次第で悪く捉えちゃう。ネットならではの注意しなきゃいけない点ですよね。はい、では次を見てみましょう。こちらもやってはいけない例、ナンパと書いてあります。今度ドライブ行かない？すみません、出会いは求めていないのですが、絶対楽しいってそんなこと言わずに行こうよ。忙しいので今すぐは無理です。つまんねえなこの女。ひどいですね、これ。これひどいですね。誰が見てもこれですね、これは。これはコミュニティサイト。この男じゃない、この男は例です。例ですね、あくまで、はい。こいつが言ってるわけじゃない。これは違います。どういうところは。ですね、大体こういった出会いを求める書き込みというのは禁止されていまして、まあ、ミキシーにおいてもですね、まあ、警告とか、削除とか、まあ、場合とは強制退会の対象になってくるんでですね、まあ、こういったことは書かないようにしてくださいという話です。で、あるいはその、ミキシーの場合だとその ID をもとに書き込みをするので、まあ、基本誰が書いたかというのはすぐ特定できるんですね。で、まあ、あと一方でその特定匿名の掲示板というサービスもいくつかあると思うんですけれども、はい、仮にそういった掲示板でもですね、まあ、その誰が書いたかっていうのは IP のログが必ずシステム上残っているので、まあ、仮にその警察の照会とかがあればですね、特定することができるというのもありますので、悪口書いてやっぱ度が過ぎると、まあまあ、まあ、最悪の最悪のケースですけれども、はい、分かると分かりますからね。誰が書いた顔が分からないからといって、そういうのは書いちゃダメだ、はい、まあそうですね。なので、まあ、自分の書き込みにはしっかり自分で責任を持って、はい、書いていただく必要があるのかなと思います。はい、あとちょっと1点気になった点があって、はいはい、多分これ作ってくれたスタッフさんはこう、ね、僕らの写真をこう多分交互に載せてるつもりだと思うんですけど、はい、全部風邪なんです。失礼いたしました。気づいてないと思いました。僕の写真が1枚もないですよ。しました。悪い例ばかりに。悪い例全部風邪です。まあ、悪い例風邪なのはいいですけど、ちょっと寂しい。これしょうがないですね。双子の差が。わかりました。なるほど。ネットだから何でもやっていいというわけではない。こういうナンパという行為はルール違反だということですよね。はい。だから、まあ、リアルに誘い出すっていうことと、あとそれに対して悪口を言ってはいけないということですね。はい。ですので、まあ、友情とか、まあ、交友を深めるとか共通の趣味などについて情報交換するっていう点ではとってもこういうコミュニティとかいい場所ですよね。まあ、だから画像を勝手に使うとか悪口を言う、ナンパをするっていうのは違反ですから気をつけてくださいということですね。はい、皆さんもぜひ参考になさってください。はい、この中でミクシーやってる方は今日中にでもザ・タッチのコミュニティに入っていただいて、はい、そうですね、はい、盛り上げていただいて、はい、で僕らもちょっとね、改めて、そうですね、はい、なんかちょっと僕らもその僕ら名前出さずにやってたんですけど、ちょっとバレちゃってものすごい人が落ちちゃったんで、ちょっと今お休みしてるんですけども、ちょっと最近ミクシーもですね、その有名人アカウントというか、はい、芸能人の方とかお笑いの方とかまたアーティストの方がですね、はい、使えるサービスというのを開始していて、まあ、ぜひですね、入れていただけるんですか。入っていただけます。そうなんですか。はい、あるんですね。タレントさんとかがやるように。そうですね。最近もちょっと先週ぐらいにライブドアの社長だった堀江さんとかも入っていて、堀江さんが、今
ますね。ちょうど僕らちょっと似てるって言われて似てるって言われて、系統があの、はい、あのよくネタで、はい、これテレビ入ってないからいいですね。あのよくあの記者会見場に現れる元ライブドアの堀江社長っていうものをやってまして、これだけなんですけど、はい、そうですか、堀江さんもやってるんです。これやらしくないですね。ぜひお世話になります。なるほど、ぜひですね、皆様もこの機会にちょっといろいろ活用されてみてはいかがでしょうか。はい、笠原社長、ザ・タッチの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お別れです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。